こんばんはいやほー ガウさんアランさんももっちさんはるかねこさんゲンさんしんいちさんめぐみのさんしんたろうさんいつたさんとしさんたるちんさんうまぐるまさんかがみさんイージスさんごま豆腐さんかずちんさんけんさんからさんこんばんはしんたろうさんきんのだるまありがとうございますバンフィーさんきんのたこちゃんありがとうございますドラマ見てない見てないとかビリーブまだ1話も見てないからまだ見てないです バンフィーさん、こんばんは。金のタコちゃん、ありがとう。音速の貴公子さん、こんばんは。乳母車さん、ハート、ありがとうございます。バンフィーさん、深夜帯39人目。ありがとう。よいしょ。ありがとうございます。金のだるまもありがとうございます。乳母車さん、ハート、ありがとうございます。箱石しさん、としさん、こんばんは。しんいちさん、えっ、ー、と、流れ星、ありがとうございます。 よしひこちゃんこんばんは。かずひろさんこんばんは。しんいちさんだるまありがとうございます。けんさん、金のハートありがとうございます。ももっちさん、金のたこちゃんありがとうございます。白いアルパカさん、みやさんこんばんは。けんさん流れ星ありがとうございます。わたるっちさん、あめちゃんこんばんは。けんさん、かずひろさん、あめちゃん、金のだるまありがとうございます。あめちゃんハートもありがとう。いーすとさんこんばんは。としのりさんこんばんは。いーすとさん。 金のダルマありがとうございます白いアルパカさんダルマありがとうございますやっほ、はい。久しぶりな感じがする昨日もしたんだけどなんか昼間にして夜しなかったからちょっとなんか久々な感じが <laughs> するんだけれど昨日雨うん降ってた やばかったよねなんかあのあれでしょ夕方,夕方ってかさ夕方じゃないね夜ちょっと暗くなってからでしょなんかバシャバシャバシャって降ったよね和宏さん流れ星ありがとうございますなんかほんとバケツひっくり返したようなっていう表現がぴったりぐらいな雨が降ったよねのりさん流れ星ありがとうございます 私は室内にいたから全然平気だったんだけどえっひも降ってたのそう私は全然平気だったんだけど皆さん大丈夫でしたかきつねさんこんばんは金のだるまありがとうございますちょっとごめんあの親衛隊のになってくださった方のあれが詰まっててごめんなさいね明日とかにあげたいなと思ってますねそうそうびっくりした あゆみんさんこんばんはプラムさん流れ星ハートありがとうございますそうそうそうね都内の方でなのかなそうびっくりした長野雪やばこんな時期にねや嫌だったね今日はねすごい晴れててよかったけどもそうなんです安心いたしました 統一さんこんばんは。百キラーありがとうございます。白老さんハートありがとうございますこんばんは。髪型変わったかええー、<laughs> あ巻いてるからこのですか。<laughs> え何だろう巻き髪かなでもなんかもう取れてる <laughs> なんかもう取れかかっちゃってるいやーかゆ職場出るき雨が持ってなかったから自宅最駅で雨収まるまで20分くらいあそっかでもよかったねあのゲリラでよかったよねって感じじゃない 久しぶりに見た確かに色落ちたなんかさもっとさ暗かったよね <laughs> そうでもなんかちょっと前ちょっと前 <laughs> にも言ったんだけどなんかあのー、あれなんだよねなんかその暗い色を定着させるには結構短いスパンで暗い色を入れないといけないらしくそうでも なんか別に何もないからさ予定がだから今のとこもう別に落ちるとこまで落としといてなんか「カラーシャンプー今も使ってるの使ってないないもう」だてから実家に忘れてきた <laughs> ないでもなんか前よりね黄みがやっぱ落ち着いたよねあのなんか黄みとか赤みが出ないように。 緑みたいなのを入れてもらってて暗くなってたんだけどそれのおかげかねちょっとなんかミルクティーっぽい感じにはなってるんだけど今ねケントさん幸子デラックスさんこんばんはね色落ちたよねでお,やすおやすみおやすみありがとうそうオカピーさんこんばんはそう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 だからなんかいいんだけどみたいな前よりはいいけどね そうでももっと暗いなんかグレーみたいなグレーとかココアブラウンとかなんかそういう感じがいいから染めたいんだけどって感じそうもうちょっとお財布に余裕がある時じゃないとそんな短いスパンでいけないから今は無理だなって感じですかねそうです 近づくと結構えこういうこと確かにテラさんこんばんは金のだるまありがとうございますカラーなんてボーナス的ないやほんとそうだよねほんとそうだよねダレルンさんこんばんは今度はどっちの美容師さんに頼むえ次はあのいつも行ってる方の美容師さんに頼もうかなって感じやっぱなんかカラーは さもうあれだよねもうこの色でって言ってバチって決まるのはやっぱいつも言ってる方の美容師さんだからそう言うてもね友達はさまだ私と同い年だからさ同級生だしやっぱりねキャリアが浅いのでそうお父さんもとゆきさんこんな,なんかこの色って っていいう色にならならんだよねやっぱそうその時はいいんだけどみたいなちょっと痩せた私多分痩せてないと思うけど痩せたように見える体重多分変わってないよだしめっちゃ食べてるよ <laughs> 屈強アピール <laughs> <laughs> これで私じゃなかったらおもろいね <laughs> 天使たんこんばんは流れ星ありがとうございます顔がちょっとやすあ本当にこうやって耳かけてるからかななんだろう でもダイエットとか別にしてないです。今のところは。なんか痩せたらラッキーだなーってぐらい。全然気をつけてない。でも。元幸さん、新エタ四十人目。ありがとう。そう。修学さん、こんばんは。全然。あれだよ。ナイスバディじゃない。<laughs> ないないない。修学さん、流れ星、ありがとうございます。 言われて見れたあ、本当にしゅがきさんハートありがとうございます金のだるまもありがとうえでもさいつもこうなってるからじゃない髪が関係ないこうやってかけてるからじゃなくて私かけてた方がシュッと見えるんだよねうそ なんだろう全然健康体 <laughs> 錯覚じゃん分からんけどでもまあ嬉しい太ったじゃないから嬉しい太ったの時は聞かなくていいからね <laughs> ほっといてくれ <laughs> うんうんってあのうんうんちょっとなんかあれかなって ちょっとこう丸くなったなって温かい目で見守って <laughs> 天使さんだるまありがとうございます元とさん金のだるまありがとうございます天使さんグッドもありがとうそうだぞそれは内緒レディーには金句ですから太ったとかだめ <laughs> 目でございます 新一さんさ小判ありがとうございますそやでそやでダメ,ダメダメダメああゆみんさんおやすみなさいありがとうございますルームホーモンありがとう <laughs> ありがとうとか言ってめっちゃごめんなさいありがとうございます太麺が好きそう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 中太麺が好き なんかさやっぱさガリガリだとさちょっと心配になっちゃうじゃんあおもちさんもお休みありがとうごじょきやばありがとうおやすみそうちょっと心配になっちゃうからそうだからなんか程よく細くてみたいな のがいいんだよねトレーニング女子えそうもう一回腹筋割りたいんだよねガチで本当にしっかりトレーニングしたいって感じなんか前はしてたわけじゃないんだけどやっぱ動いてたから結構いい感じに仕上がってたんだけどねお腹かしゅうけんさん親衛隊41人目ありがとうございます 3時半起きもう寝ませんやばいえ寝ないよでもこの時間から寝たらやばいかえー、でもまだ寝れるくない寝ないよ倒れちゃうぞえてかさちょっとごめんしもう毎日配信325日目なんだけど結構やばくない結構激アツじゃないこれ。 やばいね、もうちょっとワクワクやおやすみしぼがなければ発見の悪れ目てるらしいけどああなるほどね NCT 時代お腹出しちゃったえけどなんか衣装によっては出るやつとかもあったかも公園の衣装とかあれとか出てた左腕とか めっちゃ出てたよね私出る衣装だったそう確かになんか去年の夏っていうかもうここ最近ほんと12年とかはもうクロップドタケっていうちょっと短いさタケのトップスがすごい流行っててそうだから今逆にさそればっかりでインできないようなやつがいっぱい売ってるのよ だからいいしたい人はすごい困ってるどこで服買おうかなっていうねあと40ちょいあと40日じゃないぴったり40日じゃないあと325だから楽しみこないだナルビル X チャアの2人お腹そうえ全然見てないや写真撮ったんだよね一緒に写真撮ってくださいって言われて「NGT めっちゃ好きです」って言われてえっと思って <laughs>。 <laughs> そうあーレジーナねあれちょっとちらっと見えたやつねそう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 普通に可愛くてお顔ばっかり見ちゃってたお腹すごかったんだまさひとさんこんばんはだるまと HP ありがとうございますそう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 可愛らしいお二人だったよねレジーナね懐かしいねひろさんこんばんは。

だからそれこそそのレジーナっていうケーキ屋さん上越のケーキ屋さんの CM をやってた時にたまたまチラ見えしちゃったぐらいあの公演衣装で出てたのはもっとあと高校生とかほんとやめる間際なはず「MS さんこんばんは」「お松さん新入隊42人目ありがとうございます」ありがとう パジャドラ衣装で出てたっけパジャドラあ,あマーメイドかミルくんこんばんはマーメイド出てたわめっちゃ出てた出てた ちゃんとおいおいおいなんか褒め,褒めてるようで褒めてるようで褒めてるみたいなコメント最後のセッションでチアの方に「真ん中どうぞ」って勧められてるのに丁調にお答えしてて「なんて奥ゆかしいんだろう」って絶対清楚だよ黙ってる最後の一言がなかったらすごいいい褒めコメントドラミンさんこんばんはそうそう司会だからね全然恥でいいんですよマジで。 そう、パフォーマンスされてる方が真ん中にいた方がいいから <laughs> そうでもすごいさ優しい人だっためっちゃもっと喋りたかったけど全然時間なくてそうめっちゃおもろいそうだよえでも見た目清楚ならまだよくないか 喋って,てもきゃ <laughs> 優しいねみんなどうにかして褒めようとしてくれてる <laughs> 意志が伝わるすごく <laughs> 本当の清楚な人は配信向い,てないあえでもさ癒し系配信者とかいるじゃん そういう感じだったらいいんじゃない。そうだよ。私。はおしゃべり系だから。私は結構。なんか、なんていうの、みんなとこう、友達みたいな感覚で。あの。しゃべるのが売りだから。君沢さん、こんばんは。え、でもさ、だから、私みたいのがいるから、癒し系に癒されるんよ。 全員癒し系だったら癒し系っていうさそのカテゴリーが存在してないから多分量産型になるじゃん。ささやき声うんさあれなの向いてないの声質が。だからもっとなんか可愛い柔らかい声質だったら多分なんか「こんばんはー」とか向いてるんだけど私もうなんせ声が通らないから。 聞こえないと思うんだよねそのささやき系みたいな全然癒されない BPM188 さんこんばんは君空さん新入四43人目ありがとうございますありがとうタンプレボイス絶対いらん絶対いらん絶対使わん酒 <laughs> 村上さん新入四44人目ありがとうございますめっちゃいっぱいありがとう リリーベで初めて会った時からリリーベ <laughs> ねえやばーいやばくないすごいよまあもうあの <laughs> 本能でアイドルやってる <laughs> リアイベで初めて会った時から思ってるけど立ち振る前マジ演奏ステージ開ける時もあ嬉しいなそれはわかる何をリリースしてんの一人で <laughs>。 勝手にやめてくれ <laughs> びっくりした今 <laughs> リ,リリーフなんてやったっけと思いながら読んだ <laughs> <なあ笑>ナイスツッコミありがとうええー、嬉しいです酔っ払い配信でも癒されてくれたのさっき村上さんかわいいありがとうございますえー、それは嬉しいな,なんかあんま意識してないけど めっちゃ嬉しいです。やっぱ <laughs> マジ恥ずかしい。本当に恥ずかしい。初めてまあまあにあざとさを感じる。え、全然あざと。わけじゃないから、私。ヒンジさん、こんばんは。あざとわけじゃないです。 一緒に飲もういとこが軽い沢いっておジビールおーいいねえー、ってかさ味違うのやっぱなんかそのジ,ジビール呼び方があっての <laughs> タムヒロさんこんばんはしんいちさんだるまありがとうございますなんかさ私さ最近やっとまあたしなむ程度にビール飲めるようになってきたのあんま飲まないけどそう とむひろさん流れ星ありがとうございますしんいちさん音符ありがとうございますそう本当とまじ2,3口でいいんだけどそうそう,そう味ブランド入れて結構あ、そうなんだなるほどねそうなんかお酒飲める友達お酒結構飲めるあの友達とかが なんかあのー、私が飲めそうなお酒と飲めないなっていうお酒をさ <laughs> こう仕分けてくれるんだよねだからお店とか行ってあのー、なんか私が飲んだことないけどこれってどんな味なのみたいなやつとかはえこれはあなたは飲めないよとかこれだったら飲めそうかもみたいなやつを教えてくれるからでしかもそれで飲めそうかもって言われたやつ大体飲めんのよ。 なんかすごいなーって思うお酒好きな友達ねありがたいですよ邪道かもだけどフルーツビールみたいななんなるのああなるほどね全然違うと言って一口ビールといってもいろんな種類まあそうよね確かにあクラフトビールなるほどよしさんこんばんはしんいちさん5番グッドありがとうございます それのビールあーなるほどねうんうん缶とか瓶とかってこと一番好きなのはキリン一番うんおじいちゃんめっちゃお酒飲んでたおじいちゃんがよく飲んでたのは朝日のあの瓶ビ,ビールなんだけどめっちゃキリンとか家にあって <laughs> 家とかおばあちゃん家にあってそう主語でしたねしんいちさん バラありがとうございます天使さんだるまありがとうございますカエサルさんこんばんはなるほどなるほどだから逆にまずいのもある人によってですああちょっと癖があったりとかってことかな天使さんペンライトありがとうございますそう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 なんですよ ビール大瓶出してくれる飲食店大好きあーえなんか前も言ってたよねそれねオカピーさん金のだるまありがとうございますもう寝るから挨拶だけしてありがとうおやすみ今日もお疲れ様でしたありがとうねまた来てねホッピーわかる見たことは飲んだことないけど 大中へーあの普通に売ってるやつは中瓶ってこともっとでかいやつってことカエサルさん流れ星ありがとうございます朝まではやらん <laughs> 死んでしまう私がカエサルさんハートもありがとうございます マンポンさんさこんばんはカエサルさんだるまもありがとうみんな遅くまで起きてるねめっちゃありがとうねあーなるほどねプリン体が入ってないえー、健康飲料なの <laughs> そういうくくりでいいんだうーんあでも知らなかったわなんかその名前は聞いたことあるし見たことあるけどなんかその違いみたいなのがあんまよく分かってなくて。 なるほどねそうなんだ私はカシオレです売ってるのはあそうなんだねポッピー自体お酒じゃないあそうなのえ難しいあそうなんだえなんかあの私はね最近はカシオレとかじゃ酔わなくなってきましたから そうなんですお友達とご飯行った時とかにたまに飲むんだけどそういう時たいカシオレとか飲むんだけど、まあ、一杯ぐらいじゃもう酔わなくなりましたね前はそれで酔っ払ってたから焼酎で割るへえそういうふうに30年くらい前に船舶からあそうなんだ 香類焼酎ホッピーしんいちさんハートありがとうございますいや難しいな強くなってきてねそうなのえでももうお酒で気持ち悪くなるのマジで嫌だからなんかそんなガブガブは飲まない苦手なカクテルえでもなんか私あんま冒険しないから大体飲むのがカシオレあとピーチウーロンとかそういう系 と、あととあカルルーアミルクとかそうなんかあの結構飲む時はこの人の前なら酔っ払っても大丈夫っていう人の前でしか飲まない。そう、だからなんか初めて会う人とかそれこそなんか男の人とかしかいない時とかはあんまり飲まないかな。 なんか飲むってなってもほんとなんか地元の男友達とかじゃないと飲まないかもだからそういう人のしか飲む機会ないけどね普通に <laughs> だからすごいさなんかすごい出会いいっぱいありますみたいなニュアンスで喋ってたけど全然そんなことないかわいそうしんいちさんグッドありがとうございます自分の場合日本酒飲みながらチェ,チェイサーでレモンさやばいな友人さんこんばんは どううしよう何年かしたわわがテキーラをしょって,てガンガン飲んやばいね飲めたらいいけどねテキーラはもういいですもん美味しくないもんあんなのやだそうだよそれこそ地元麺とかでテキーラ飲,ん飲みましたけど前あれマジでよく飲めたなと思う今考えたらマジ無理そう だからあの恋愛対象外の人の前じゃないと <laughs> 無理ですねうんそんながんが飲めないちょっと心配になったけど大丈夫どういうこと大丈夫だよ友じいさんだるまありがとうございますお持ち帰りされないされないよい無理無理 嫌でしょ普通に向こうも嫌だと思うよ嫌だってかそういう目で見てないと思う今更 <laughs> ってかなんかそういうあのー、感情が入ると楽しく飲めないからそう私はねなんか 楽し楽しめないってか心から楽しめないからそういう感情が芽生えそうな人とあんま飲みたくないなって感じする。きんや一気はやばいでしょ。なんかね飲める飲めるゾーンに入れる時がたまーにあるんだよね。そうなんか本当にすぐ酔っ払う時は酔っ払うけどなんか日によ 調子がいい時は結構あ今日飲めるわみたいな日がたまにあるトキさん親衛隊45人目ありがとうございますよしありがとうそうそうそうまあ楽しく飲むくらいでちょうどいいです無理して飲まなくてもそう別に酔っ払いたいわけじゃないんだよねしんいちさんペンライトありがとうございます なんかあの酔いが回ると楽しくなるけど別になんか酔っ払いに行ってるわけではないから全然いいんですその場が楽しい場であれば何でもいいって感じかな「飲めるゾーンめちゃくちゃ分かるそのうち飲めるゾーンと飲めないゾーンのルズが逆転えやばい <laughs> やばい友 <laughs> 昭さんこんばんはそうだからあんまりめっちゃなんかお酒強いわけじゃないけどなんかそ飲みの場とかは結構好きかも。 飲む前に横の力で特によく、え、美味しいのあれって、それ自体が美味しいのかがわかんないんだけど。美味しいっていうか、飲めるような味なの。なんか、それがすごい気にる、になんか、美味しくなさそうじゃない、色が。<laughs> 梅酒飲んでた、られぐらいです。あ、そうなの。私、梅酒大好き。 あーやっぱり美味しくはないでもまあでも飲めないあ本ほんとさんこんばんはちょっと見てみようかないやだねワイマツさんこんばんは。 これは何苦手うん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 そういう人ももちろんいるよねワイマツさん金のダルマありがとうございますそんなこと中目黒さんこんばんは <laughs> こんばんはヤっほソーリーさんこんばんは 本当に本当に。 酒癖ありますかねどういうこと <laughs> わいまつさん、金のだるまありがとうございます。どういうことお酒飲んだらどうなるかってことまうは、うん、めっちゃゲラになる超、ヘラヘラしちゃう めちゃくちゃにゲラですねなんか泣いたりとかはあんまないうん。泣いたり怒ったりとかはないですね超楽しくなっちゃうなんでもおもろいみたいな酒飲むとフニャフニャして可愛くない <laughs> そんなことないよ <laughs> そんなことない全然 <laughs> 待ってめっちゃおもろいんだけど <laughs> 一昨年だか配信でまー乱れるなんてこといなきゃいけないって言ってそんなん言ったっけ <laughs> その夜に「ややおんのライブで飲みすぎて丸の内線のトイレかっ <laughs> 丸の内線のトイレかく駅停車やばいね <laughs> なるほどねいやんかさ別にでもさ人に迷惑かけなきゃいいんよ 小さんこんばんはそうなんか誰かかに迷惑をかける人が好きじゃないまんばそうだからなんか自分でもコントロールできない不快な思いをさせるっていうのがめっちゃ嫌そうだからちゃんとトイレ行けてるなら全然セーフそれはそれはだってしょうがないじゃん しょうがないっていうかまあそうなる前に止めるべきだとは思うけど普通に体のことも考えてとは思うけどでもそれは別にいいと思う、まあ、全然そう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 だけどそのじゃなくて本当にもう人に迷惑をかけるっていうのが、うん、そうやでそうやで全然いいと思う 全然いいと思うけど大丈夫だったっていうのでちょっと心配だけど <laughs> まあでも大丈夫だからねコメント <laughs> してるんだとは思うけどね普通に体調面の方が心配だわそうそうもうさあれじゃないなんか気持ち悪くなっちゃったりとかさするとさ もう逆に酔っ払ってなくないもうなんかもう逆に冷静じゃない <laughs> その,近辺の駅し <laughs> 確かにね大きい駅とかだと余計そうだよねあの乗り換えが多い駅とかさ乗り換えが多いっていうか,なんかその乗り換えの駅になってるようなところ乗り換え地点になりやすい駅とかはさ結構ねやだよね最悪。 かそういう大人には絶対ならないぞと思って生きてる豆の目さんこんばんは普段一1時間で帰れるけど <laughs> <laughs> そっかそうだよね都会だとね一駅のさ区間が短いからまだいいけどもう田舎だったら終わりよそれ <laughs> マジでアウトアウト そうだからさ大学生とかもさ本当に調子に乗るんじゃねえって感じもうそんなんで行きって全然かっこよくないんですけどって感じじゃない台なしそう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 せめてトイレ行けよって感じ電車の中とかだからもうさ信じらんないの乗るなや って思う鴨志田さんこんばんはえそう若い子ってほんとめちゃの子ねそうだからそれこそなんかほんと地元の男友達とかと飲むときは絶対ママの前でそういう飲み方しないでって言ってるしもうなんか気持ち悪いんだったらどっか行ってって感じもう私の視界からいなくなってって言ってる。<laughs> たまに,友達に口が <laughs> いやガチで最悪じゃない朝の歌舞伎町あ確かに朝の歌舞伎町って行ったことないななんか結構前に朝のなんか朝早めになんか渋谷の美容院もう行ってないんだけど渋谷の美容院予約してもう開店一発目とかに予約して行ったんだけど。 その時もまあまああだったねセンター街とかまあまあって感じいやそう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 だから本当にマジで視界からいなくなってくれって言ってあんまいないけどねなんかそんなこう気持ち悪くなるまで飲むみたいな人いないけどなんか一人めっちゃ飲まされる人がいていつもだからもう。 だからやめてって言ってるその周りの飲ませてる人たちにやめてって言ってるマジで無理だからって言って,言ってます、ね、いやてかマジでも真、まあ、に不快な思いさせたらもう全員処刑だからマジでそうだよそんなのもう当たり前 マジで無理そうマウはそういうクリーンな環境で飲みたいから言ってるのにそんな <laughs> そんなことしたらもうお前らとは飲まんって言ってるよしさんこんばんは決まってターゲットになるが <laughs> いやがち処刑だからそんなのヒンジさんハートありがとうございますそうだよ当たり前じゃん <laughs> 何 まあがルールだからそこでは <laughs> そうマジ NGNG NG ゴンタさんこんばんはだるまありがとうございますケンハンさんこんばんはあっちびちび飲むいいですね いや本当にもう綺麗に飲めるのが真の大人だから真のかっこいい大人だからそうそうそう,そうだからもうそんな,なんか人にだから別にそういうお酒の場とかじゃなくても人に迷惑をかけるのはよくない普通にねダメですそう自分で何とかできる範囲で楽しみましょういろいろなことって感じ よしさん金のだるまありがとうございますダメですよ人の気持ちを考えましょうって感じ本当に自分がされたら嫌なことは一人しないっていうのはもう当たり前じゃないですかそうだからねよくないですよね本当そうだそうだ でもねそういうのってねほんと人の本性出るからねそういうお酒の場とかさもうなんかあとピンチの時とかね窮地に立たされた時とかさそういうなんかあれの時はね結構その人の本性が出るからね <laughs> 怖いなって思う。 東京でイベントの時前夜飲みに行ってるけどさすがに実際ああんか全然コントロールできるのはいいと思うよそう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 よそうよ大人な飲み方をしましょうそういう人の方が惹かれる普通に素敵だなって思うそうです なんかさ、すっごい全然関係ないっていうか全然話変えていいちょっと全然違う話していいなんかさあのー、今から話すことをみんなに聞いてもらってなんか、まあ、聞いてる側は多分「へぇー」で終わりなの。ふーんなのよなんだけどちょっとあう、のー、嬉しかったことがあって最近なんか別にそんな大したことじゃないんだけどなんか仕事が決まったとかじゃないんだけどなんか嬉しかったことがあって。 それをちょっとみんなに聞いてほしいんだけどいい <laughs> これでダメって言いづらいよねちょっとなんか嬉しかった話そういえば嬉しかったっていう話があってなんかあっいたねるずさんこんばんは初見さんありがとうございますいやなんかあのー、最近 こう友達になった人がいてなんか友達の友達みたいな人なんだけど最近知り合った人がいて最近って言ってもここ12ヶ月ぐらいなんだけどあの人がいてでまあなんか結構波長が合う感じなの女の人なんだけどなんか波長が合う感じで年は私の2個上なのよ2個上。 だから今年25歳になる年なんだけどなんかあのー、なんていうのその12か月前とかに初めて友達に紹介されて会ってだからその時が初対面なわけ。そうなんだけどなんかあのー、初めて会った感じじゃないっていうか。 初めてて会ってるんだよだし別になんかその記憶にないだけでどっかで会ってるとかじゃなくて本当に初めて会ってるんだけど初めて会った感じがしなくってみたいな人いるじゃんそうなんかなんて言うんだろうなんか私ってあんまりその友達とかにもさなんかこうなんて言うのかなあんまりこうズバズバ言えないのよなんか こう嫌な思いさせちゃったらどうしようとか思っちゃって自分の意見を100%言える時があんまりないのね。なんだけどなんかその人には違うと思ったことは違うって言えるしなんか自分が思ったことはちゃんと言えるのよ。別にそんなさなんか喧嘩することとかないけど。 そうでもなんか自分ははここう思うう思っっていうことをはっきり言える人なので、そういう人って私あんまりいなくてあの今まで出会ってきた人の中であんまりいなくってそうだからなんかしかも大人になってそういう人と出会えるのって多分珍しいしなんかねそれこそ本当ちっちゃい時から一緒でもう本当気心知れててもう言いたいこと何でも言えるみたいな感じだったらあれだったんだけど。 結構いるんだけどなんかこう出会ってすぐっていうのもあるしまあ大人になってから会った人でこういう人もいるんだって思ってなんかすごい嬉しかったっていうか個人的にねそうそうそう,そうなんか雰囲気的にねいいやつ確かに私ってでもねそういう出会い結構あるかも。 そう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 っていうなんかちょっと嬉しかった話ってまあほんと大したことない「ふん」っていうだけの話なんだけど <laughs> そうそれが嬉しかったかなーっていうそうだからその人は女の人だけどなんかそういう男の人がいたら多分私そういう人と結婚するんだろうなっていう感じ私好きな人とかだとさ余計に言えないんだよね「たるやきさんこんばんは」そう なんかさそれこそさほんと嫌われたらどうしようとか思っちゃってさ言えないんだよねなんかこうしたいとか自分はこういうふうに思ってるとかシンクレアさんこんばんはなんかその相手の意見に流されちゃうのえそうそうその私が今言った人は女の人なんだけどそうヤギヤギさんこんばんは だからなんかあの私がさよくさリスあの理想のタイプはみたいな話、恋バナとかしててみんなと理想のタイプはみたいになった時に、なんか優しくて私のことめちゃくちゃ好きでいてくれる人ってよく言うんだけど、なんかもうそれもそうなんだけど、自分が自分の意見をはっきり言える人っていうのも大事なのかもって思った。カピオジさんこんばんは。私はねそういう人にあ今まで出会ったことなくて。 そうなんかなんだろうだから私あの活動をやめてから配信に戻ってくるまでの間にお付き合いしてた人とかいたんだけど一応 <laughs> いたんだけどでもなんか結局 ななんていうのなんかその向こうから言われてお付き合いしてるのに向こうから振られるみたいなことがあってそう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 痛いとたは別に私それ隠してはないんだけどそういたけどなんかそういうことがあってでもそれってなんかもうあのなんていうのこっちが「うん」って言わざるを得ないような。 言言いいい方をしててくるわけいやでもって言えないみたいなそうだからなんか優しいフリーをしてそれっぽい理由をつけて言ってきてるけどなんかそれって結局優しくないよねっていう感じそう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 。だからなんか だからでもそれもなんか言えなかったの。でもそれってずるいよねって言えなかったのよマウはそう。じゃあそれはマウが「うん」って言うしかないよねって思ってすんなり分かったって言ったんだけどそうでもだからもしそういう話になった時に。 <laughs> そんな話になってたのもダメなんだけど <laughs> なんかなんていうんだろうだかさ例えば喧嘩したとかさ、まあ、あるじゃん普通にね付き合ってたりとかしたらさ喧嘩することとかもあると思うしなんかこうちょっと意見が食い違う時があるじゃんだけどなんかそういう時に自分はこういうふうに思ってるみたいなっていうことをちゃんと言える人に出会えたらいいなーって思うけどねそんなもうマジでフィーリングなくしねもう自分のさ 気持ち次第だからさ難しいけどねこの間のサントピアの会長岡で言うああオリオン行って行って美味しいよ普通に 混んでなかったら行った時に混んでなかったらチーズハネ餃子を食べてほしいめっちゃ美味しいからそこお互いのしえそうそうそうだからなんかそういうところでこう相性が合うなっていうなんかフィーリングが合うなって思える人に出会えたらめっちゃ、あのー、いいなって思うあそうこれファ,ミマですファミマのジャスミン茶私ジャスミン茶大好きなのもうどこのコンビニ行ってもジャスミン茶買うローソンもセブンもファミマもあったら絶対買う。 そうそうそううなんよなんか自分のさ意見を言うのって結構勇気がいることなのね私にとって、まあ、みんなにとってもそうかもしれないけどあ確かに片方がねいいと思ってもねもう片方が無理確かに確かにそう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 だからなんかそういうね人がいたらいいなって感じ 意見を言うてどのレベルんだからそれこそさっきも言ったけどなんかその意見が例えば食い違いましたってなった時に自分はこういうふうに思ってますっていうことんか例えば相手からこう思ってるよって言われたとしてで自分はその意見じゃない可能性もあるじゃん。そうだから何かあのそういう時に。 相手の意見も受け入れつつでも自分はこういう風に思ってるっていうのを100%で言えるっていうことだからなんか喧嘩したいとかそういうことじゃなくってなんかその意見を伝え,え伝え合えるような人がいたらいいなっていう話え伝わるかな麦茶はあの家で作ってるやつこれは買ったやつだから。 外で買うときはジャスミン茶が多いかなで家で飲んでるのは麦茶ですそう好きな相手とかってそうなんだよね余計そうなんかどうでもいい人だったらさ全然ね別になんって思われてもいいからさ別にズバズバ言えちゃうけどさ知らない人とかだけどさやっぱ好きになった人ってね難しい。 自分も人から好かれるのめったになくて嫌われるな超得意そんなこと言わないで <laughs> そうなんかね私なんか仲良くなればなるほど意見言えなくなんのなんかあんまりその深く仲いい人が少ないからそうだからなんかその仲良くなればなるほどあこの人に嫌われたくないこの人 を失いたくないっていう気持ちになって女の子とかでもねそうになってあんまりこうなんか自分の意見をどん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 言えなくなっていくんだけどそう,そう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 うそその先に進めるかってことそうね難しいけどねなんかそういうふうにね ああなるほどね確かにそう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 ねだからあ良かれと思って言った言葉でぎくしゃくしちゃったそうだよねじゃあどうやって伝えればよかったんだろうってなるよねでも言っちゃったことはもう変わらないしね難しいよね本当にさ しかもね言葉とかだとやっぱ受け取り方も違ったりするからさやっぱ直接会って話すのが一番いいしねそれでも伝わりきらないところもあるんだけどそういうことじゃないんだよっていう時もあるしねそうそうなかなか難しいよね本当にめっちゃわかる。 いほんとねえなんかほんとに最近はもう友達とか周りのさあ人の結婚ラッシュとかもあってほんとにねえいいなあと思いつついつか私にもねそういう相手ができたらいいな ギクシャクしてでも直接会ったら何とかなるって思ってても避けられたり最近ああなるほどねうん確かにだからなんかさそういうこうなんていうの場合によってはちょっと関係が切れちゃうかもみたいな話題の時とかはさやっぱ直接言うのが一番 こう誤解がなく伝わるよね文字で伝えちゃうとさやっぱ受け取り方が違うから人によってなんかそういうつもりで言ったんじゃないのに相手にこうちょっと違うふうに捉えられたりとかすることもあるじゃんだからやっぱ「文章っってて、ね、便利だけどよくないよねって思う結婚ラッシュすら終わってしまう <laughs>」いやでも私の周り早いよねだって。 言うてさまあ同級生だとしてもまだ23とかじゃん今年七階丸六ンさんこんばんはそうだから早い早いさすがにまあでも高卒で働いてる子とかだとねもう社会人4年5年目とか5年目とかかそうだから まあまあまあって感じだけどねおシンクレアさん主演四46人目ありがとうございますありがとうそうなんよねそうそうそういいなーって思いつつでもまだ早いなさすがにちょっとなんか例えばじゃ今私に相手がいたとして結婚しようって言われても「うん?」ってなるもんちょっと待って待ってってなるからさすがにまだいいけど。 地方はまあそりゃそうだよね確かに都会でも人数が多くて生まれてるああ確かにでも私の周りでやっぱ結婚しますしましたっていう人はやっぱ地元の人とかが多いかなって感じこっちの方の友達で一番早かったのはやっぱ大学の時に <laughs> 一番仲良かった子かなもう卒業してすぐ結婚したからねもうそ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 う 素晴らしいまあでもねそういう人ってやっぱみんなね年上と結婚してるけどね何個か離れてるみたいな人と結婚してるけどもそうそうそういいですよね男女共に若いと別れシングルもああ確かに確かに ほほぼほぼ学生計画いやそれなだってもう大学ほんとさ卒業間際とかなんてもう式場とかもうめっちゃ見てたもんなんか式場の見学行ってくるんだとか行ってきたんだとかなんかドレス選んでるんだとかめっちゃ聞かせてくれてええー、とか言いながらいいなって言って将来ましいって言って,言って,言ってたんだけどそうそう写真見たけどすごいでも素敵だった綺麗だったそれ呼ばれないの 呼ばれてないなんかね一緒にはいるけどなんか休みの日に一緒に出かけたりするレベルとかじゃなかったの全然だから普通に一番仲良かったけど一番仲良かったけど仲良くないみたいな感じ <laughs> かお互い結構ねさっぱりしてる感じなのだからもう大学は大学だから大学内では一緒にいるけどもうあの授業とか終わったらバイバーイって感じだったから 上呂美さん,みさんこんばんはだからなんか仲良くないわけじゃないんだけどなんか別になんかそこまでこうずっと一緒みたいな感じではなかった呼ばれても献血だから厳しいしよかったあ確かにそうだね予定も合わなかったかもしれないし分からんけどもそうそういいんですいいんですそう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 なんか全然なんか それでなんか別にあのなんていうのもうなんか呼ばなかったからどうのこうのとかっていう感じの子ではないからそうそうァンの花嫁姿見たら俺は泣くなかない <laughs> 見ミれレルが来たらいいけどねママどのの彼氏どらいの頻度でえー、なんか私めっちゃ即レスタイプだから <laughs>。 <laughs> 私超速スだからあれだけどどうだろうでもえな何だろうなんかでもさすがに。 なななんんかか時間に1回はとかそんなんはとそいのだって別にさ仕事してたら無理やんそれってもう普通にお仕事してる人だったら無理じゃん学生とかならまだ分かるけどさもうそれ無理じゃん仕事中やんってなるからだからそ,そこまでは思わないけどなんかあの要所要所で連絡してくれたら嬉しいなって感じたこ坊主さんんんばんはいや LINE でいいななんかさいちいち電話めんどくさいな。 なんか待ち合わせとか電話した方が早いなって時は電話するけど基本 LINE かもなんか寝落ち電話とか無理もう <laughs> 年齢的に無理普通に死んでしまう <laughs> 寝かしてくれって感じ <laughs> そうそうそうモバメの変身とか懐かしいの見んの超楽しみだった。 そうかなだから例えばあのー、だからなんだろう付き合ってても一緒に住んだりとかしてなかったら「でおはよう」と「お休み」とかあったら嬉しいかなって感じだからなんか例えば「おはよう行ってきます!」「会社着いた!」「仕事してくるね」 「お昼休憩だよお昼食べてるよ」あの「仕事戻るよ」「仕事終わったよ」「電車だよ」とかなんかそんなにいいですって感じだけどなんか「おはよう」と「お休み」があってまあ「おはよう」って言われたらそりゃ仕事行くやんだからあのなんていうの「おはよう」で <laughs> あの始まりあの仕事 のまあ、休憩中とかには気が向いたら連絡してくれたら嬉しいけど別にそこはそんなに求めてなくてで終わったよとかくらい言ってくれたら嬉しいかなって感じでも別になんかそれが絶対とかじゃなくてそれは今とトない パスモにチャージとか受ける <laughs> めっちゃおもろいそれ <laughs> そこまで思いつかなかった <laughs> コンビニで水買ったよとかね <laughs> いらねえそれどうやって返せばいいの不 <laughs> 安じゃん <laughs> めっちゃおもろいんだけど <laughs> お配りに行くがさっていらないのよ <laughs> その報告 <laughs> おもろいなー ハルポンさんこんばんこばはのえちゃんかわいさまですうんいやのえちゃんは昔からかわいいですけどねえそう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 え全然なんかそんなそんな細かくなくていいだから休みの日とか例えば会わない休みの日とかあるじゃんだそういうい時とかかはなんか普通に 今日は何してるよーとかとか今日は何こっちは何してるけど何してるとか聞いてくれたら可愛いなってなるけどでも分かんないどうなんだろうねなんか私ってあの自分と違う境遇の人と付き合ったことないのだから自分が学生だったら学生 みたいな感じ学校違くても学生同士とかしかなくてだからなんて言えばいいんだろうあのー、学生と社会人とかないのよあはなちゃんこんばんは寝る前に見えたおやすみありがとうおやすみ元空治で。 原航,空がい航空会社さんこんばんは本当何が正解なのか分かんないいやでもさそれはさそうだよねめっちゃわかるよ放置しすぎてもしなさすぎああそうなんよね豆のタイプなの豆のタイプってか結構連絡したいタイプってこと 学生の時に先生と付き合いたかったらさそれ多分さあれだよ大人になってから先生気持ち悪いってなるよ。えそれさなんでさ逆はいいんだろうねあの男のひえなんかさなんかあるじゃんそのなんか例えば中学生ぐらいの時とか高校生ぐらいの時に自分がねこう中学とか高校生とか。 のののの時になんか学校のちょっと若めの男の先生みたいな「ガッちゃんこんばんは」とかとなんかを好きになるみたいなよくあるじゃん普通にドラマとか漫画とかでもあるけどさ普通に現実でもいるじゃん「いたよマオの友達にも先生好き」っていう人それで、ね、もしそれが叶っちゃったら大人になったらやべえって思うよ絶対あ教育実習はまあありだな いやーだからさ普通に担任とかさそれってやばいからって思う私今だったらうわっ,って思うもんね。てかそういうのあんまなかったけど私はねそういう感情を先生に対して抱くことがなかったしなんかその教師と生徒の恋愛みたいなのに憧れとか全くなかったからあれだったけど今になったらええー、って思う。なんかその うんだから例えばさ何て言うんだろうなんかそんなに下にとかもう10代とかに手出す大人ってまじまともな人じゃないから絶対やばい人だと思った方がいいだからそれ若い時ってそれ気づけないけどだからもうなんかその先生フィルターがかかってるからえーってなるけど普通にそのフィルター取ってあのもう。 外に出てみたらめちゃくちゃゃくやべえと思うと思思ううよ男子高校生は大抵きれいな若い女性あー確かにだから年齢近かったらまだワンチャンって感じだと思うけどねああ学習塾講師の立場で言う生徒ね愛対えだからそれが普通なんよその感覚が普通なのだけどそうじゃない人もいるじゃんそう。 でさんこんばんは恋愛はたくさん経験ねーしたいんですけどねーかゆい <laughs> 小学生の時産休かなんかで来た臨時教師が特定の女子をいつも <laughs> <laughs> 膝の上に乗っけていやいや。その友人にも本当にキモか。<laughs> 本当にキモかったって。やばいね。文が <laughs>。いや、好きになったらしょうがないけど、<laughs> っていうか。だからその年の差にもよるよ。だから、例えばさ高校3年生生徒側が高3で教育実習生が。 例えば大学2年生とかだとしたら年の差そんなないじゃんそこで何かが芽生えるのはまあワンチャンって感じまあまだわかるけど普通に担任とか持っててなんかもう結構ベテランみたいな先生例えば30じゃあ18歳と36歳を。でそこで恋愛関係になった場合最初はいいかもしれないけど。 なんかそのだんだん多分だんだんってかそのだからさ若い方が大人になるにつれてその年齢で相手がいない理由が絶対わかる途中でそう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 っていうかその年齢で相手がいないことが問題なんじゃなくてその年齢で相手いないのに こう一回り以上も下の人に手を出せるっていうところが問題なのいや本当に純愛もあるかもしれないけどそうじゃないパターンが多分ほとんどなのよそう絶対にそうなの <laughs> 統計的にそうなの <laughs> そうだからなんか本当に素敵な人同士っていうのもあるかもしれないけどなんかそういうパターンってあんまりないよねって思っちゃう かなしかも生徒ってのがやばいんだよねまあまあ絶対すぐできるからそうなのかな教師と教え子の結婚いやだからもう卒業したらいいんじゃないですかえだからそれもさ卒業まででっってこううきる人だったらいいと思うその普通に恋愛関係になるのも卒業まではってこうちゃんと 自分の気持ちをコントロールできる人だったらいいと思うけどいやでもそんな無理無理もうバレなきゃ大丈夫みたいなその分別のついてなさがやばいみたいな <laughs> 分かる <laughs> えそうだから別にそれ自体を否定してるわけじゃなくって。 っていう感じなんかねなんか私はあんまりなんかその先生とか,なんかその若くてかっこいい先生みたいな人っていなかったの <laughs> どの時代もねどの学生時代もいなくてなんか女の若い女の先生はいたかわいい女の先生はいてその先生めっちゃ好きでしかも数学の先生だったの中1の時の数学の先生で私数学めっちゃ嫌いなんだけど。 その先生はなんかノートとかも S 評価とかつけてくれるノート評価もつけてくれる先生でめっちゃノート頑張って書いてたしテストも超頑張ってい、あのー、やってたかすごい点数良かった村田さんこんばんはそうかわいい女の先生がいて自分の中国の担任がお仕事結婚しましたが今はお幸せあーうん だからそういういパ別に何て言うのだからそれがダメとかおかしいとかは思ってないけどなんかそうじゃないパターンもやっぱ多いからなんかあの慎重になってほしいかもその若い方はその生徒側とか,なんかその年下の方はもうちょっと冷静に考えた方がいいんじゃないかって思っちゃう。やっぱそのフィルターかかっちゃってるからね先生っていう。 ね、その先生でこうまあスーツでとかさこう学校での先生としてのフィルターがやっぱかかっちゃってるからそれが外れた時にどう思うかっていうのはやっぱちょっとこう冷静に考えてほしいなっていうのはあるかな。なんとかしても先あっ確かにそれで言ったらまあ中3の時の担任だな女の先生だったんだけど。 あの担任の先生史上一番いい先生だったかなっていう私が一番好きな先生なんか私ってあんまり先生とか好きじゃないんだけど基本そうだからでもなんかそれこそ中3の時なんて本当もう活動始めててもう一番行けてない学校行けてなかったみたいな時期だったんだけど なんかそれでさしかも授業とかもなんか別その先生の授業を全然聞いてたけど他の全然好きじゃない先生っていうか別何の感情もない先生の授業とかも超適当に過ごしてたし寝てたし話聞いてないし提出物とか全然出さないしもうなんかさあの学年主任とかにめっちゃ目つけられてもう制服とかもめっちゃ着崩してるしスカートとか何回もって超短いスカートで登校したりとかもうめっちゃ怒られるんだよそんなの。 怒られるけどでもそんなんしてたりとかもうすごいさなんか先生たちとかにもなめた口聞いたりとかしてたのなんだけどなんかその担任の先生はすごい私に寄り添ってくれてそうなんか、まあ、私がさちょっとでもこうやりやすいようにこう工夫してくれたりとかなんかす本当にこうすごい親身になってくれた先生だったのその担任の先生が。 そうだから私なんかもう後にも先にもそのそういう先生ってその先生しか出会えなかったし大学とかでもねそうだし何かねっ何かのタイミングがあったら恩返ししたいなっていう先生かなすごい先生だった。 いや中学の作品が一番荒れてたよまあなん中3とか多分超荒れてたスカート折ってたし授業とか途中で抜けたりとか行か,かなかったりとかそもそもそう授業の最初からいなかったりとかサボったりとかしてたあ塾の先生とかはめっちゃ好きだったえしかもんかその塾も活動始めてやめちゃったからまあ そう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 カレーライスさんこんばんはハートありがとうございます赤豪さんゴさんこんばんは流れ星ありがとうございます若い子で冷静になるかならないか本人次第である失敗させるまあ確かにそれはそうそうまだまだ周りを見回したり年月をあればもっといろんな異性がそうそうだからあの年の差婚とかあるじゃんでそのいろんなさ恋愛を経験してそれで最後にこう行き着いた人が 例えば一回り以上上の人だったとかだったらいいと思うの。だけど、そのなんかいろんな経験が浅い状態で。その人ってこう決めちゃうのは。ちょっとちょっと落ち着いてってなるかもなっていうのが、まあ大人としての意見っていうか。まあ、そんな私もね、まだね、人生経験浅い。方の大人ですけど。私ですらそう思うから。あ、ほど。 なんか夜遊びに行くとかかはななったななんかその夜遊びするとか出歩くとかはなかったけど学校行って荒れてたねやばいよねなんかもう1弦から6弦までほぼ寝てて給食の時だけ起きてご飯食べに行ってるみたいな感じの時とかあったからそれでも見捨てないでってくれた先生たちの寛大さよマジで今になったら超わかる。 今より前から分かってたけど本当にあの卒業してからもう痛いほど分かるし本当に迷惑かけて申し訳ありませんでしたって感じランマさん初見さんこんばんはえでもパパママとかもね知ってた多分私言ってたしそう知ってたけどでもパパとかママ もうあの私にそうやってガミガミ言っても聞かないの分かってるからしかもそんなこと言っても,もう逆効果なのも分かってるから全然まあとりあえず言ってくださいっていう感じだったパパとママ。ハローって書いてあるインドネシアって「ハロー」。 恋は盲目っていうか、特に女性の方が盲目に。ああ、私めっちゃ盲目になるタイプです。そう。めっちゃ盲目になる。だから変な男に引っかかる。<laughs> <laughs> よろしくない男に、よく引っかかる。多分。引っかかりやすいタイプ。え、しかも、そうやって、だから盲目になるから。言えないの。自分の意見を。 自分はこう思ってるよとか言えないのよそうだからだからそういうことを言える人が現れたら多分そうそういう人と相性がいいんだろうなって思う今まちんさんこんばんはしゅんさんこんばんは金のだるまありがとうございます確かに久々の深夜にねなんかちょっとだけって思ってたんだけどさめっちゃ喋ってんね私十二時半からやって フフ <laughs> 高3の時メンタル病んで昼休み家に帰って <laughs> 午後いやでも行ってんのすごいわ午後の授業ビジに取りかかってくるとはね、どうなんだろうねうん見る目ない私スタート遅かったまあ確かに2時になったら終わろうかな さすがに、<laughs> やっぱサッカー人じゃ確かに <laughs> キックオフ、そう、そうなんよ、本当にそう、でもうんそうだねだからやっぱなんかね、出会えたらいいですねそういう人が。 あ,あ卒業やばかった仕方なるほどねそっかそっかいやでも卒業したんならもう素晴らしい自分の経験では盲目になりやすい女性は男性がウッグマウスの方を好きなあああー,あーそうなんだそうなんかねってか だからやっぱりさあれなんだよねなんかその男の人があの折れてくるか折れてくれる男の人とかだったらいいかもね尻に敷かれてくれるっていうかさそうそうまあ私だってねもう22年23年もうちょっとで23になるけど、まあ二2 2 2 3年は生きてますから。<laughs> ね、恋愛の一つや二つもしてきましたけどまあ大したことないですね <laughs> マジでなんかしかも私にさなんか友達とかにも戻れないタイプなのもう一回なんかそういう恋愛感情を抱いてじゃあもうさようならってなったらもう友達とかには戻れないタイプなのねもう関わりたくないのその後あ めぐみの三親隊四47人目ありがとうございますなんか初訪問の方いっぱい来てくれたありがとうございますえそうえでもあのそうカカア天下になった方がいい大したことない相手うんてかうん相手 相手がっていうかなんかそのなんか大した恋愛経験じゃないって感じそう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 大したことない期間だったな <laughs> っていう感じ <laughs> そう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 ね深夜帯ありがとうございます遅くに小牛さんかなこんばんはそうなんや そうなんかだからそういうふうになりたいけどあんまり言えないから言えるようになったというかそういうことも言える人がいたらきっとそういう人がいいなって思うし、うん、本当に結婚とかってなったらそういう人じゃないと無理だなもう苦しくなっちゃう。 寄りを戻したことないないない,ない絶対無理そうなんかやっぱりあのー、なんだろうなもっと若い時ほんと10代とかの時はさなんかねあのー、なんていうの なんか例えばじゃあ付き合ってました別れましたってなった時にあ自分が悪いからなんだって思うタイプ私そう自分に非があるなんか別にそうじゃないんだけど自分に非があるんだって思っちゃうタイプっていうかあのー、自分が至らなかったせいだって思っちゃうねやっぱりどうしてもこう自分を下げちゃう っっていう心持ちだだたんだけどもうあの自分のことを好きじゃない人は別に私の世界にはいらないっていうぐらいのマインドじゃないと終わるメンタルが <laughs> そう。っていうことに気がついてそうそうそう女の人は記憶に上書きそうそうどんどん上書きされていくからだから別に例えばじゃあもともとき合ってた人が突然目の前に現れましたとかなっても別に何の感情もないみたいな。 感じあたいるな終わりみたいな31歳までこ航空自衛隊にいて34歳で今の航空会社に入りましたまだどいやいや若い若い34歳全然まだ若い全然大丈夫今なんていっぱいいるよ34歳で独身なんて 若者じゃんちょっと待ってごめん私そんな小娘にそんなこと言われたくないと思うけど全然若者ですまだ例の修羅場の時もそう思ったあれは完全にあそれは思わなかったな何考えてんだと思ったよねそう それは最悪です本当になんかもうマジで人の気持ち考えられない代表みたいな人じゃないなんでさそうなんだろうね別に終わらせればよくないこっちをねキープってことだからなんか本当にあのー、なんて言うんだろうやっぱマインド的には もう自分がお姫様だと思わないと病むねマジでな,、うん、なんかこういろんな場面で病むそうだからあの例えばさなんかこう浮気されてあの許しちゃう人とかいるじゃんあれとかもマジダメで。 そういういのっんなさなんかもうね例えばじゃあそれがバレましたってなってもう泣いて謝ってますとかなっても喉元すぎればだから絶対またやるの同じことを絶対に120杯やるからねそうだからもう許したらダメだしもうそれはどれだけ好きでも,もう絶対別れた方が身のためだと思う絶対ダメ私だからマジで許さないし そうまず許さないし自分がどんだけ好きでも一回そういうことされたらもう問答無用でさよならって感じ2時だそうそうだよ絶対やるもう土下座されてももう泣かれても私は絶対に許しませんから。 もうそんなやつはもうスマホとか海に沈めてもキッズ携帯とかに <laughs> しますからなんかそれぐらいしてきたらまだうんって感じだけどいやでもそれでも許さんな、まあ、普通に無理って感じもうてか喋りたくないし触んないでって感じそもそもいや押し編はいいんじゃない別にいやそれはいいんじゃないかそうそう,そう いや許さんよ絶対許さん私マジでもう激詰めして言いたいこと全部言ってぽいですねもうそ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 う絶対無理 いや GPS とかめんどくさいしこっちもいちいちチェックすんのだからなんかそういうん,んだろうなんかさ好きな人とかのさなんか携帯とかなんかそういうのとかは絶対見ない方がいいなんかスマホとか見てもマジでいいことないからほんとなんか別に本当にそういう関係じゃなかったとしてもなんかさ異性の友達が一人もいない人ってあんまいないじゃんいや中にはいるかもしれない世の中探したらいるかもしれないけどあんまいないじゃん だからなんかそういうのとかでも見ちゃうとなんか別にさそういうなんか恋愛とかそういうのじゃなくて連絡取ってるだけなのになんかいらんことを疑っっちゃううのよやっぱりそうだからあのなんていうのやっぱ見ないってか知らない方がいいことも絶対ある。 そうだしらか本当はそんなことないのに余計なことをやっぱ考えてしまってこういらんこと言っちゃったりとかさ余計な詮索しちゃったりとかするのってマジで良くないからそうそうそうなんか知らなくていいことも絶対あるとは思う自分もし浮気されたらこっちに原因があると思うあそう分かる分かるそうだから前のまあもそういう感じだったけど今はもう。 ね、私は結構相手に尽くすタイプだからこんなにいい女を <laughs> 裏切るなんてっていうマインドの方がいいと思いますよ。いや当たり前じゃないそんなのさ私はもう好きになったらこういう一直線タイプだからそうそうそうだから別にね他の男友達とかと会ったりもしないし。 まあ連絡とかはね来たら返すけど別になんかそんなこうラリーを続けるつもりもないしそう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 恋愛に関してはねそういうマインドでいた方が絶対いいですなんかそのうん絶対後悔するよって思って生きた方が絶対にいい楽こっちが。 そんななことないかもしれないけどそういいう気持ちでいた方が楽そうまあ私はねなんか最近は全然本当に恋愛とかしてないからあれだっけってかなんか大人になってから恋愛してないからそうだからねなんか本当にもう結婚を見据えたお付き合いとかはさしたことないけどねえって感じだしまあねどうせ別れるからって思って付き合うのもなんかって感じだからねまあ 付き合ってる間は別にあれだと思うけど本当にいい女だよまあうしい全然しかもさ恋愛経験さ別に多くないのにさこんな <laughs> こんな形やってんのおもろいよねえ結婚願望めっちゃあるめっちゃあるあるよだから普通に同棲とかもしたいしなんかそういう相手ができたらね同棲とかもしたいし私家事やるの好きだからなんかそういうのもやりたいですね でも全然手伝ってもらいますよいや本当に将来の夢はお嫁さんって感じ今 <laughs> マジで奥さんになりたい <laughs> やばいね人妻とかになっちゃったら「伊豆茶さんありがとうおやすみ遅くまでありがとねあ今日お疲れ様でしたありがとうおやすみなさい」い <laughs> ごめんマジでこんな遅くまでそうやでそうやで 水回りの使い方だけだ確かにえそうだからなんか自分がもう気になるんとかのところはもう全部自分でやっちゃうごめんそろってごめんこっちがごめんだよマジでありがとうこんな遅くまでごめんねおやすみゆっくり休んでえもう終わろっかみんな眠たいよね私ダメだこれもうったら止まんないね本当にダメだわみんなのためにやめようか 私まだここからお風呂入んなきゃいけないから <laughs> ねみんな寝ようね寝ようねうんうんよし明日用事あるのないないですあでも夜ちょっと予定がある けど一回昼間やるかも一回日中午後とかにやるかもしれないお昼過ぎとかにやるかもしれないけど夜がちょっと微妙あのできないってことはないけどちょっとなんか時間が未定なんでそう多分今日ほど遅くはないと思うんだけどちょっとまた分かり次第あの連絡しますかお知らせしますって感じ今やったらマジで寝坊して確かに1時間半あとうわっ ごめんマジ変な時間そう一旦明日午後やりますメイクとかしようかなって感じですお昼過ぎまあ1時とかそこら辺かなーって感じです予定はちょっとま,まだ分かんないので金曜は昼が暇なんです、ね、え明日金曜日早いね早いねうんじゃあまあとりあえず 一旦お休みだみんなマジでありがとう遅くまでごめんねじゃまた明日会おうねおやすみありがとうねー遅いけどもうゆっくり寝てありがとうおやすみまたねー